はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、強化されたレッドアイズデッキやっていきましょう。強化されたっていうのは何が強化されたかっていうと、スキルがね強化されまして、もともと変更前のスキルが今この真ん中に出てるやつで、まあ、左側にちょっと変更後のやつを載せていこうかなと思うんですけども、どういう風に変更になったかっていうと、あのね、初手から使えるようになりました。これもともと4ターン目以降にデュエル中1と使用できるとかいうなんかカスみたいなこと書いてあったんですよ。で、なんか散々パラレッドアイズ使ってる時に、これなんで4ターン目以降なんでくたばれみたいなあのこと言ってたんですけども、初手から使えるように変更していただきました、コナミさんが。私のね、バリ増言が効いたのか何なのか知りませんけれども、なんとかね、先行初手から使えるようになりましたんで、まあ、今回は、このスキルを先行初手からね、使っていける。まあ、そんな感じのデッキになってます。で、これ使えればもちろん強いんですよ、これ。これデッキから、まあ、ランダムですけど、レッドアイズカードを1枚手札に加えながら、なんかこの中のどれかをデッキの中に加えることができるよっていう、まあ、そういうスキルなんですよね。なんで、まあ、もちろんレッドアイズカードが手札に加わっちゃうんで、ルーレットだから、今デッキどうなってるかっていうと、デッキこうなってて、まあ、レッドアイズカードめっちゃ多くて、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15枚。だから15枚のこの中のうちどれかが1枚手段に加わるっていう感じなんですけども、まあ、確率上レッドアイズインサートとかフュージョンがめっちゃ入ってるんで、まあ、確率上はこの辺が来る確率も結構そこそこ高いんですよね。でしかも手札に引いてしまった例えばエビルデーモンとかレッドアイズをデッキに戻すこともできるんですよ、さっきのスキルね。なのでまあ必要なカードをデッキから持ってきて不要なカードをデッキに戻すことができる可能性があるということで、このスキルはね非常に強力です。はい、めっちゃ上振れるとフュージョンあるときにレッドアイズインサイト持ってこれて、で手札に引いてしまったブラックドラゴンを戻すことができるとかあるんで、だから例えばフュージョン打った後にね、この腐れ付きファングをサーチできたりとかっていう動きができるんですよ。これ相当強くなりましたね。一応ランク戦レジェンド対調べなんですけど、9連勝ぐらいしたんですよね、これ。9連勝ぐらいまして、もうこれ強えなってなって撮影やめたんですけど、もうちょっと多分連勝伸ばせると思うんで、まあ上振れてるのかもしれないけど、普通に強いと思う。だいぶやっぱレッドアイズのねこの対象体制がね、普通にやっぱ環境にまあ刺さってる感じあるんで、かなりね強力なスキルと言っていいと思いますね、このレッドアイズルーレットに関しては。はい、早速やっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、闇遊戯くん、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。勇気いくぜ。ここだ。お、モンスターを、モンスター、磁石いいね。いやー、磁石もなんかだいぶね注目されてますよね今ね。本当に嬉しいですよ。僕デッキとしてはやっぱり磁石もかなり好きのな方ですね。OCC の方でも組んでませんけど、いや好きなら組めよみたいな話あるけども、ちょっとね遊戯のデッキパンパンすぎて、カオスソルジャーもブラックマーシャーも組んでるから、もう磁石はいいかなみたいな話になってまして、いやあれ蘇生かなっぽいけどな。ちょっと一回レッドアイズインサイド使う前にちょっと一回これで運試しよう。何が来るかっていう話ね。ああ、強いじゃん。いいね、これは融合だじゃん。これは強い。インサイト発動でレッドアイズ、これレッドアイズルールとマジでレッドアイズカード来るから、レッドアイズブラックドラゴン来ることもあるの初手で、マジでルーレットだから、そのデッキの中からランダムで来ると思うんだよ多分。1枚レッドアイズカードが、まあ、一応確率上いっぱい入ってるカードが来るだろうけどさ、ブラックドラゴン2枚入ってっからさ、ブラックドラゴン来ることあるんでね、激レアモンスターだぜって言いながら手札に加わることの可能性あるから、これかなり危険っていう。まあとりあえずちょっと強化蘇生だったらちょっとそうなんですけども、まあさすがにね、ああこっちませんけど、まあ月の書とかかもしんないんで、普通に、まあ、先に打たざるを得なかったなっていう。でレッドアイズフュージョンを発動、レッドアイズブラックドラゴンと戦隕石の魂を冥界に送り、現れよレッドアイズスラッシュドラゴン、超激レアモンスターだぜ。そして、ガン装備、ガン癖ガン装備か。レッドアイズスラッシュドラゴンにブラックメタドラゴンを装備、カードを1枚セット、カードを1枚セット、バトルフェイスいけ。レッドアイズスラッシュドラゴン敵を消し出せ、ダークスラッシュメガフレア。おで蘇生ね、あ蘇生じゃねえや、リクルートね。はい、デルタ攻撃表示、なるほど、これはディスティニードローしたいみたいな欲が見えますね。まあ、ギリギリ3400なんで、ディスティニードロー圏内には入りません。はい、それもケアしておきました。しっかりとしっかりめに
戦士とかを装備したら3600になるんですけども、3400で投げればギリディスティニーゼロできないっていう、はい、歓迎かしろ。蘇生具がなかったらそんなに怖くないんだよな。磁石は強化蘇生にあのサイクロン打っちゃうのが一番ね、なんだあのアドソンなんですけども、まあ、それはねちょっと強化蘇生の場合は後打ち有利なんですよ。後打ち有利で頼むぞ、はい、モンスターを特殊召喚。まあレベルランク3はいいんじゃない。ランク3、まあゴーストリックアルカードだとしても別にブラックメタルで墓地をクリア、無効化できるし、まああいつもでもいいしね、ゴルゴニックガーディアンでもそうだし、そんなに関係ないかなと思いますが、一旦ランク3してるの、ランク3してきて、まあ、ランク3してきたところで別にブラックメタルいるしな。ランク3した後、ランク3した後にベルセリオン着地できるほど多分余力ないと思うんですよね。相手ハンド1枚あれでベルセリオンでしょ。うん、そうだね、コストがないから、まあ、だから多分1回ゴーストリック、ゴーストリックじゃねえや、ゴルゴニックガーディアンかなんか出てきて、はいはい、すみません、ゴルゴニックガーディアン出てくる、はい、効果を無効にして、無効にするっていう、打点をゼロにするよっていう、相手のモンスターの効果を無効にして、攻撃力をゼロにするよっていう効果、これ対象に取るんで、これをレッドアイズスラッシュドラゴンの爆発的最強効果で爆破していく。レッドアイズブラックドラゴンの効果発動、ブラックメタルを墓地に送ってさらにその効果にチェーンし、腐りつきレッドアイズファングも装備しておくぜ。トラップ発動、これで勝ちやろ。でバリ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 バコーン、ブラックメタルの効果と、ブラックメタルの効果にギルドから墓地を送られた場合、このカードはレッドアイズカードを1枚手札に加えることができる。レダム早く来ないですかね。吹雪さん来ればね、吹雪さんさえ来ればあのレダメ来れるんですけどね、吹雪さん来んのかな。そもそもみんなどう思う？ GX 好きな方だったら、あの天井員吹雪さんっていうあの最強のねレッドアイズ使いがいるのご存知かと思うんですけども、あ、無理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 、全然無理。いただきまーす。おい伸びた、お前のペルセリオンは俺のもの、俺のペルセリオンも俺のものだ。ということで、私ベルセリオンをいただいてしまいましたので、もう相手何もできないといったところでサレンダー、サレンダー、俺お前はサレン、何サレンダーしないやと、貴様根性あんな。レッドアイズライトニングロードエビルデーモンを特殊召喚でしょうねおかしいな、今のタイミングでサレンダーって呼んでいたんだが、お前根性あんな。さあお相手の方、ヘルカイザー龍、まあ、サイバー流進化って言ってましたんで、まあ、サイバー流でいいでしょうね。サイバードラゴンコア、おい、いいだろう。まあそのオーバーフローは俺は宇宙、オーバーフローじゃねえ、オーバーフロー持ってるんじゃん、サイクロンで宇宙化してもらうぜ。オーバーフローとかいう選んで破壊するカード、レッドアイズにとっては天敵だからな天敵すぎて、選んで破壊とか天敵すぎて、選んで除外とか選んで破壊とか天敵すぎて、マジでなすすべなくやられていくんで、まあ、選んで破壊はまだ装備してるモンスター出てくるんでまだギリセーフなんですけど、選んで除外一番やばいですね。はい、サイバル進化 OK。 さあ55、なるほど、55エクシーズかな、ここでエクスティア残しスタイルか、あーなるほど、サイバードラゴンノーバー、はいはいはい、はい、エクスティア残しスタイルですね、了解です。あーエクセないの、マジ伏せなし、マジ伏せなし、マジとは言いながらもう俺レッドアイズブラックドラゴン来ちゃってるから、レッドアイズルーレットせざるを得ない、こんな、激レアモンスターはデッキで眠っていてほしいんで、激レアすぎて引きたくない、激レアすぎてね。あー強いねー、めちゃくちゃ強いじゃん、めちゃくどちゃくそ強いじゃん。レッドアイズインサイト発動、レッドアイズインサイトの効果によりエビルデーモンからのレッドアイズ、これ難しいな、お見合いかな、さすがに蘇生札も結構強いと思うんだよな、さすがにお土産か、むずいな、これ蘇生札もあるな、普通に相手そんなにバンバン背負ってくる方法ないだろ、多分リターンブレッドアイズ無限に出てきた方が辛いんじゃないか、相手多分ストーラ4番、まあちょっとオーバーフローだけやめてくださいみたいな感じですけど、まあ一応オーバーフローもケアできるんで、リターンオーバーで、レッドアイズフュージョン発動、
俺はブラックマジシャンとレッドアイズの魂を墓地の国ドラグンオブレッドアイズを融合召喚するぜ。現れよドラグンオブレッドアイズ、僕が考えた最強モンスター、ふん、レッドアイズスラッシュドラゴン。そしてブラックメタル装備、はい、おら、さあどうする、さあお相手どうするんでしょうか。一応打点アップは使っておいくと殴りにはいけませんけど、まあでもこれは普通に殴られるでしょうね。単純にシンプルにこれは多分おそらく間で何もせずに殴られると思われます。おそらく4200できるんで、まあ一応除外してくれたらアド除外しねえかな。あ、ですよ、はい、さあしろで蘇生入るネクステア、あ、でも殴んない正解だったか今の。殴ったからサイバードラゴン持ちっちゃったな。ネクステア蘇生からのサイバードラゴンあるの、これ2体目のランク5できるの、これまずいな。これ殴んない正解だったか今、俺がサイバードラゴンやっぱだったわ、ごめん。はい、サイバードラゴンネクステア、サイバードラゴンネクステアからのフィーヤ、あーフィーヤなんだ。あれこれ素材にサイバードラゴン入ってなかった、これサイバードラゴン切ってネクステア蘇生したら今2体並んだんじゃねえの、手札があるから盤面だけで。あれ俺これサイバードラゴンやぶですかこれ、ごめんなさい、ちょっとサイバードラゴン最近使ってないと分かんないっす。ていうかこのインチキレベル5にするの意味わかんなすぎてこれ意味わかんなすぎてやばいっすけどね、あまりにも。ゼンマイよ、あーそれはまあ裏表にすればいいので、まあ、とりあえずリターンブレッドアイズ発動、リターンブレッドアイズ効果はいいえ、これで、セットカードが2枚ある状態にはならない。まあセットしてきて、まあインス、スピリッツがあるんで、コアね、はい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 、いいでしょう、コアはいいでしょう。でオーバーフロー持ってくるんですか、でしょうね、でしょうね、はい、あのオーバーフロー打ち抜きたかったな。これサイクロンの方が良かったか、これスピリッツよりも。これサイクロンだったくせえな、クセカード。ちょっとサイバードラゴンエアップすぎてプレイングがゴミだったわ、すまん。はい、最近全然使ってなくてね、サイバードラゴン忘れてたけど、いろいろで、リターンオブレッドアイズで、エビルデーモン特殊がで、エビル特殊守備で、殴られるで、ノバ効果発動4になる、はい、いいでしょう、4には問題ないで、破壊される800ダメージ OK で、装備されている、ブラックメタルの効果発動、さらにスラッシュの効果発動、ブラックメタルをの効果でレッドアイズインサイトを手札に加えながらスラッシュの効果でブラックメタルを蘇生、はい、でぶん殴られる OK、 OK 了解、ターンしろ OK でドロー、でサイク発動してとりあえずオーバークロー打ち抜く、はい、これはさっきのエンドベースにやるべきだったんですが、完全にプレイングがゴミすぎてできませんでした。本当に申し訳ない。サイバードラゴン使いに顔向けできないのこれは、うん、一応 CG の方でもねサイバードラゴンを組んでるんですけども、最近なんか全然使ってなくても忘れちゃった、はい、でインサイト発動、インサイト効果、まあもう一回融合するだろうじゃないですかね、はい、でもうサイバードラゴンいないんで、とりあえずレッドアイズフュージョンを持ってくればいいかな。そうね、もう一回レッドアイズフュージョン持ってきて、まあ、ブラックデーモンズラゴン出したい気持ちやまやまなんですけど、ちょっとさすがに出せなすぎるので意味わからなすぎるので、まあスラッシュから対象とか、まあ、月の人とか入ってるかもしれないしね、相手のデッキあんまり対象取る効果ない気がするけど、こっちのカードでスラッシュからのブラックメタルを装備で、もう一回作り直す、 OK、 素材サイバードラゴンか、まあバトルするしかないかな、こっちぶん殴っていくしかないかな、でスラッシュ効果ギアクリードを蘇生、よし、えい、出しろ、これでだいぶ硬いでしょ、これだいぶ硬いでしょ、対象対戦2回、破壊されたら2体出てくる、
でリターンオブレッドアイズあるからまたなんか墓地から蘇生できるし、さすがに硬い、だいぶきついと思う。相手戦闘で破壊するしかないんだけど、相手多分ノーバーの3600対象に取れないモンスターは。ただもうスキル3回使ってるんで、相手スキル3回使ってるっていうことはもうノーバーあんま立たないと思うんですよね。でもなんかネクステアとか出てきたところで、ネクステアとサイバードラゴンでエクシスできるほどリンクスのカードプール広くないんで、サイバードラゴンジーガーがいればね、まだありますけど。ゆっくり考えな。やべえ、やることね、セリフで煽る以外やることがね、城之内ファイヤー死者蘇生。何死者蘇生、何なんか相手墓地強いんだっけ。そういう、そんなに言えな。え、それは死者蘇生無駄打ちすぎない。それはエアプレイは、それはリターンオブレッドアイズ舐めすぎでは。それは舐めすぎでしょ。はいはい、死者蘇生なんか謎のエフェクトがかかっただけ、謎にエフェクトがかかっただけ、かわいそう、かわいそうっす。おらおら、どうした、そんなもんか。おらおら、どうした、煽りすぎかな、これ。ごめんなさい、これ深い方ごめんなさい。やることないんですよ今、マジでやることないんですよ今、ガチめにやることない。だって考えるのないんだもん。はいはいはい、いいですよ、問題ない、一切問題はない。俺のターン、ドロー、はい、リターンオブレッドアイズの効果発動。はい、しつこいように反復横跳びをしていく。はい、デュアル、ライトニングロードエビルデーモンの効果発動。バトルフェイズ、ライトニングマコーライ対戦、ありがとうございました。やべ、なんか攻撃すげえ連勝してるから実は強い可能性ある。さあ、お相手の方、アポリア君マジでさ、ランク戦1ミリも見ないんだけどさ、本当に実装されたんですかね、このキャラクター。1ミリたりとも出てこないですけど、皆さん気候カード知ってます？気候モンスター実装されたんですよ、一応。アポリアって人気ないのかな、なんか俺すごい好きなんだけど、このキャラクター、このキャラクターもしかして人気ない、あれか、なんか、なんかトリスケリアみたいなやついるんだけどさ、気候のなんかあいつかなんか実装してくれたらもうちょっと使用率上がるんじゃない。トリスケリアすげえ強いんだよ、めちゃくちゃ脳筋モンスターで、でなんか墓地の気候除外したら出せて、相手のエクストラのモンスター装備できるとかすげえ強い効果持ってるの。じゃああれ来たら多分ね、結構強いと思うんだよね。レッドアイズルーレットの方がどうしよう。とりあえずルーレットで一旦インサイトで持ってくるカードも弱え弱え絶望的に弱え。とりあえずレッドアイズインサイト外そう。ちょ、インフィニティ君魔法トラップ魔法カード止めれんだよな。これ止めてくるかな、これ止めて、あ、止めてくるか、なるほど、これ止めてくるんだね。一応フュージョンは通るな。はい、オッケー。まあどっちにしてもね、止めてこないんだったらフュージョン持ってきて、まあフュージョン2枚対戦でフュージョンしていくしかないんだけどね。はい、レッドアイズインサイト。なんかさ、このさ、デッキ融合がさ、こんだけとりあえずって気候喪失は、置いとくとちょっとめんどくさいこと起きるから、こうするで、レッドアイズフュージョン。ね、気候喪失ってね、あれなんですよね、気候が破壊されるとなんか表側のカード割れるんで、なんかこっちのカードに干渉してくるんですよね。結構リターンも表だし、こいつの装備も表だし、ちょっとめんどくさいんですよね。でセット、何言ってるか分かんないけどごめんなさい。これで一応特殊召喚してくるかもしれないけど、アブソーオプションを。とりあえずギアフレッドの効果通ったので、ああ、してこないんだ、なるほど。まあ、してきたところで変わるもん。はい、してきたところで感はすごいある。はい、リアギアントクロスの方が残っちゃったけど、まあしょうがないかな。ここはワイゼリン気候転換、気候転換、あ、やばいね。あ、これエースモンスターテクナに加わるやつだね、これね。マシリクルインフィニティ、あ、やばい、やつはやばい、やつは4000あるぞ。打点が4000あるぞ、やばい、まずいぞ。おい、待ってくれ、4000は待ってくれ、4000は聞いてねえ、4000待ってくれ、4000パンチマン待ってくれ、ちょガチでやべえかもしんねえ、4000パンチマンは。オプリガード、やばい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 や
オブリガード、はい、オブリガード効果、はい、オブリガード効果、分離して飛行兵モンスターを2体デッキから特殊召喚できるという効果、はい、飛行のプロが今からね、あと相手の盤面も解説しますよ。でオブリガードの効果で、フィールド上のエンドフェイズフィールド上の飛行モンスターの数かける50のダメージを相手のライフに与えるっていううんこ投げつけ効果、通称、はい、うんこ投げつけ効果と呼んでます。はい、で2体のモンスターでオーバーレイだなこれね。で機械族モンスターしか出せない縛りがあるんでギアギアのクロスくらいしか出せない。でギアギアントクロス、あとアイアンボルフとか出せんじゃない。これから多分なんか列車強化したらなんかアイアンボルフとか来るんじゃないの。あれアイアンボルフってランク4だよな。でとりあえずギアギアントクロスの効果によって、デッキからなんか気候モンスター、間違えたレベル4以下の機械族モンスターを手に加えることができる。ワイゼルインフィニティ、オッケー、ワイゼルインフィニティ、え、これ手札なんか6枚くらいだけど、これ大丈夫、これ手札6枚でさ、あーやばいね、やばいねあ、やばいね、それはやばいね、4000はやばいね。あ、めっちゃ知らねえか。リターンオレットアーズで蘇生して壁にすればいける、壁生成、壁を生成すればいける。2300では突破ゲン OK、 はい、マシンに来る OK です。で、リターンオレットアーズ効果で、レッドアイズモンスターが存在する場合、墓地からレッドアイズモンスターを、あ、通常モンスター1体を特殊召喚することができるんで、リターンブレッドアイズの他によりエビルデーモンを墓地ではデュアルモンスターなので特殊召喚できる。デュアルモンスターは、墓地では通常モンスター扱い、はい、ここまではテンプレ、なんかあんな、ザ・キューブ・オブ・ディスピア、あっ、